聖書を拝読いたします。ネヘミヤ記七章、四節、五節。この町は広々としていて大きかったが、そのうちの住民は少なく、家もまだ十分に建てられていなかった。私の神は私の心を動かして、私が主だった人々や、 代表者たちを、住民を集めて、彼らの形図を記載するようにされた。私は最初に登ってきた人々の形図を発見し、その中に次のように書かれているのを見つけた。今朝はこの箇所から、聞き分ける経験な人という題でメッセージを伺います。 ネヘミヤは神の御声を聞き分けることを優先していた経験な人でありました。ネヘミア記の本書の一つ一つの出来事に共通するテーマがあります。その一つのテーマは、神の御声を聞き分けるということです。ネヘミヤはどんなに辛い状況の中でも、神の御心が何であるかを鋭く 聞き分けた人でありました。バビロン保守から帰還したユダヤ人の人々が直面していた問題はとてつもなく大きく不可能と思われました。外部からの敵、内部からの敵がいました。膨大な瓦礫の撤去作業、手作業です。衣食獣の問題と その当時は国際協力などありません。トルコとシリアの被災地の映像からも想像つくと思います。ネヘミアと機関車たちは、イスラエルの歴史史上最大の苦難に直面していました。私たちの社会や、私たち個人の生活に影響を及ぼす大きな問題が起こりますと、 いろいろな情報が飛び交います。穏やかな時は自分の頭で考え抜くことができますけれども、危機的な状況では自分の頭で考え抜くことができずに理性よりも感情が走ります。また自分の考えが正しいと主張する人が現れます。 自分の考え方から逸れた人をいじめることもやりかねません。個人の尊厳が重視される社会では相手の意見が尊重されますけれども、個人の尊厳よりも仲間意識を重んじる社会では自分の考えから逸れた人はいじめの対象となることが多々あります。 ネヘミアは城壁の再建と礼拝共同体の重要性についての考えに同意しな人たちからいじめられました。精神的に彼は落ち込みました。不安と悩みに心が塞ぎ込んでしまう。そんな時でもネヘミアは神の御声をしっかりと聞き分けることができました。去る金曜日の午後。 亡き加藤健太郎兄弟の散骨式を取り行いました。その日の朝、雨風が強かったです。海が荒れるのではないかと気がかりでした。しかし目的の会場に近づくにつれ、今のように太陽が照り、停泊したきには、 風も収まり、波も落ち着きました。港から出港した時は、まだ風が強くて、船のエンジンごとと、そして吹きつける風が大きくて、耳元で話してくれない限り、周りの人の話し声は聞こえませんでした。 エンジンの音と風の音が大きかったのですけれども、私の隣で話しかけてくださる橋本兄弟に関心を持って話を聞きますと、雑音が全く気になりませんでした。一つ一つの言葉がはっきりと聞こえます。 関心を持って聞くことは大事なことです。苦境という雑音の中で、ネヘミヤは神の御声を聞き分けることができました。いつも関心を持って神の言葉に聞いていたからです。受信機の周波数にダイヤルを合わせるように、 ネヘミヤはいつも主なる神を意識して主なる神に目を向けて嵐が吹き荒れようとも状況がどうであれ神の言葉に心を向けていました。このことはキリストの命に預かっている私たち一人一人にとって重要なことです。特に キリストの体である教会の様々な働きの導き方として使えている人にとってはなくてはならない優先事項です。各ミニストリーに携わる人、奉仕する人たちを導く人、ミニチャーチ、スモールグループをお世話する人、教会の各役員、各委員、牧師教師たちが その働きを良い結果をもたらすためには、神の見心、見声を聞き分けることに注意しなければいけません。これは、主イエス・キリストが教会の頭であり、私たちは羊の群れであり、この羊の群れをお世話する人に過ぎないからです。ある人は、 自分が頭だと思い込んで、その立場と指導力を乱用します。神の御心にふさわしいリーダーは、神の御心を聞き分けることを優先しますので、神の御心に従って人々をお世話することができます。ネヘミヤは、 敵対者のいろいろな意見や嫌がらせ、いじめを受けましたけれども、そのような中でも常に神の言葉に心を合わせていましたので、神の見声をしっかりと聞き分けることができました。ネヘミアはエルサレムの礼拝共同体の確立のための城壁を再建すること、そして信頼できる 経験な人たちを立てて町を治めさせること、そして敵の攻撃から神の民を守るために城壁の門に関する規定を定めて、城壁の見張り人を立てて、各家族に見張り人を立てさせることが神が望んでいることだと受け止めて、その計画を実行に移して達成させました。 次になすべきことが何なのか、神の見顔をしたい求めているときに彼が気づいたことは、エルサレムの町は広々としていたこと、広い割には住民が少ないこと、家も十分建てられていないことでした。ネヘミアは神の見心を聞き分けるんです。 町の住民を集めて、経図を記載することが神の見心であることを知ったのです。そのことが神の見心であることを彼は知ります。ネヘミアと対等の立場に立つ人は、この世の中でおそらくいないでしょう。しかし、私たちはどのように 神の御声を聞き分けるのでしょうかネヘミアから教えられることがあります。神の御声を聞き分けるためには、まず神の言葉を知ることです。本書を通してネヘミアが神の御声を聞き分ける方法の一つは聖書を知ることであっ とということがよくわかります本書の一章で彼が神に祈った時彼の祈りは神明期の30章の一節から五節で書かれている神の約束に基づくものでありました神はユダヤの人々が不従順であったために異国の地に散らし彼らが 従順であれば回復させると約束されたことをネヘミヤはよく知っていました。聖書から学んでいたからです。ネヘミヤはもし民が悔い改めて神に立ち返るならイスラエルを回復させることが神の御心であることを知っていました。本章の5章でネヘミヤは貴族たちを叱責しました。 ユダヤ人は互いに借金の利息を取ることが許されていませんでした。神の戒しめでした。それなのに、貴族たちは神の立法を軽んじて戒しめを破ったので、ネヘミヤは彼らを厳しく叱りました。今日の箇所で、ネヘミヤが住民調査を行うように導いたのも、 聖書の知識があったからです。ネーミアが行った住民調査は非常に重要なものでした。吉秋の14章から17章に書かれてありますが、イスラエルの各部族はそれぞれ約束の地の一部を与えられました。住民調査は家族の権利を確定するために必要なものでした。これは エルサレム神殿で礼拝を導くレビ人と祭司にとって特に重要なものでした。彼らは土地の割り当てを受けずに民の捧げ物で生活していたからです。住民調査はその人がどの部族の出身であるかを証明して土地の割り当てを受けるためにそして神殿で奉仕する祭司やレビ人を選ぶために必要だったんです。 ネヘミアは聖書を徹底的に知り尽くした人物であったことがわかります。本章の最後には、ユダヤの民が異教とと本因したこと、また、アモン人の扉を神殿に住まわせたことを叱責しています。これも神の戒めから外れた望ましくないことだったんです。ネヘミアは、 神の立法を知り、そしてそれを守ることに熱心な人でした。それと同じように、もし私たちが神の御声を知ろうとするならば、御言葉である聖書をしっかりと知らなければなりません。講談から聞く説教が、本当にこの聖書に基づくものであるかどうか調べるぐらいの熱心さがなければなりません。 公の場で話されることや、書面に書かれたものをうのみする人がいますけれども、物事や情報を客観的に考えないでそのまま受け入れるのではなくて、聖書によっていろいろな角度から検討して客観的に理解して慎重な判断を下すことはとても大切なことなんです。魚は 頭から腐ります。聖書は多くの場合、私たちに何をすべきかを明確に教えています。でもある時はどちらでも選択できるような何とも言えない状況に関わることがあります。しかし聖書はそのような状況で 賢い判断を下すための原則、基本的なルールを与えてくれます。私たちが神の言葉に生きるとき、ネヘミアのように、神の御心を見分けることができるようになります。ダビデは、あなたの御言葉は私の足の灯り、私の道の光です。 そのように賛美しました。神の言葉は私たちに歩むべき方向を示してくれます。次に、神の御声を聞き分けるために、神を第一に考えることです。信玄の3章の六節、皆さんもよくご存知の御言葉です。あなたの行くところ、どこにおいても すべての道においても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。このようにあります。ネヘミアは神を何よりも優先していた人です。それゆえに神の御声を聞き分けることができました。私たちが神を何よりも優先し、あらゆる面で 神に目を向けるときに、神は私たちに進むべき道を示してくださるのです。私が学生時代に、この先どうしたらよいのか悩んでいるときに、クリスマスカードが届きました。今は亡き恩師からのものでした。そのカードに一言だけ書かれていました。 藤波くん。神第一。それ以来、壁にぶち当たるたびにそのことを思い出すんです。神第一。主イエスは、だから神の国とその義父をまず第一に求めなさい。このように言われました。 神を第一に優先するとき、神があなたを導いてくださるだけではなくて、神があなたを用いて、他の人に方向を示してくださることもよくあるのです。彼らが自分の進むべき道を探しているときに、神があなたに知恵と言葉を与えて、彼らがどのような道を選ぶべきかを 見定める手助けをしてくださることがわかります。神に用いられる人は自分が誰かのために用いられたことを知らないことが多いのです。知る必要はないでしょう。栄光は神に帰します。私たちは神の言葉をよく学び知り、 人々が神にとって最善の道を歩むことができるように、神に使える人でなければなりません。特にリーダーの立場にある人たちはそうです。第三に、神の御声を聞き分けるために、世の中の不調に調子を合わせないようにすることです。パウロはローマの教会、ローマ人への手紙の十二章の二節に、 このように勧告しました。この世と調子を合わせてはなりません。いや、むしろ、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。多くの人が神の御声を聞き分けることができないのは、世の中の 声が心の中に充満しているからです。テレビやソーシャルメディア、ツイーターからのつぶやきに耳を傾けて心のダイヤルを合わせています。特に頭で考えることをしない人は、ツイーターのつぶやきというのは毒性が強いので悪い影響を受けます。 それでもある人は夜遅くまで周りの人たちのいろいろな意見にダイヤルを合わせています。神の言葉を聞くために聖書を開こうとしません。聖書についての本を読んでも聖書自体を開いて御言葉に聞こうとしません。ですから、神の御声を聞き分けることができないのです。 私たちは神の御心が何であるかを吟味して理解できるように、絶えず罪の虜にさせる世のもの、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢に注意して、この世の風潮に感化されないように警戒すべきです。心を守るべきです。 サタンに心の思いをくらませられないように警戒心が必要です。神の御心はほとんど世の風潮とは正反対です。神の御心を聞き分けるために世の中の風潮に調子を合わせず、神の言葉を知り、神を第一にするのです。 でそのために救いの確信をしっかりと持つことが必須です最後にこのことについて触れますネヘミアは城壁を再建しましたが町そのものを再建する必要がありました土地は広々としていましたけれどもそこにいる人はわずかでありました ネヘミヤは住民調査させることが神の見心であることと受け止めて、その計画を実行に移しましたで。先ほども触れましたが、これは誰がユダヤ人であるかを確定するために重要なことでした。実は、神への礼拝に仕える祭祀の中には、どの家系に属しているのかわからず、祭祀を務めるにふさわしくない人たちがいたのです。また、 土地の所有権のために、どの部族の出身であるかを確認することは重要でありました。この住民調査によって、祭祀、デビビト、門番、歌い手、神殿の奉仕者残りのユダヤの人たちは自分たちの町に定住しました。住民登録は、メシア、すなわちキリストの系統を確立するためにも重要なものでありました。 このネヘミアの住民登録のリストがその次に書かれてありますけれども、バビロンからエルサレムに帰還した最初の人々を記録したエズラキ2章にも同じリストが見られます。若干違いがあります。これは人々が登録されるたびにリストが更新されたためだと思われます。で、このわずかな違いは、エズラキではバビロンからエルサレムに出発しようとする人々。 ネヘミヤキでは実際に到着した人々をリストアップしたためではないかと推測されています。聖書の中で2つのリストが繰り返されていることは、これらの人々とその名前がいかに特別なものであったかを示しています。彼らは礼拝のためにエルサレムに帰ってきたユダヤ人たちでした。すべてのものを知られる神は誰がご自分に属するものであるかを知っておられますので、リストを必要とされませんでした。 しかし、ユダの人々は知る必要がありました。自分たちが人々の祝福のために神にまず選ばれた民であることを認めて与えられた特権と権利を確認するために経図が必要だったんです。パウロはローマ人への手紙でユダヤ人が違法人への光として用いられるために選ばれたことを教えています。神への礼拝においても、神の栄光においても、 そして約束についても、救い主の到来についても、神が永遠に褒め称えるために選ばれた民族であるということを教えています。旧約聖書のイスラエルと同様に、キリストの体である教会は、私たちは神の民です。神は私たちを世の光となるように召しておられます。神は誰がご自分のものであるかを知っておられます。私たちを 名前を持って知っておられます。そのことを神の言葉によって確信することができるんです。ヨハネの福音書の10章の3節に、羊飼いは羊のために門を開き、羊は彼の声に聞き従います。羊飼いは自分の羊の名を読んで彼らを連れ出します。しかし、ユダヤ人が特権を確認するために、 住民調査を受けて自分の血統を証明する必要があったように、私たちも自分が確かに神のものであるということを知る必要があるのです。私たちは救いの確信を持つ必要があるのです。神は誰が自分のものであるかを知っておられますので、ユダヤ人の住民調査は重要ではありませんでした。 しかしユダヤ人にとって重要だったのは彼らが土地の所有権を持って誰が祭司として神殿に仕えることができるのかを知って当時のユダヤ人だけに許された祝福を楽しむことができるようにするためでした。聖書は私たちの救いについても同じような原則を教えています。神は この世で、誰が本当に救われたかを知っておられます。しかし、私たちも同様に知らなければなりません。ですから、聖書は主イエス・キリストを信じて、永遠の命に預かった人が、救いを確信することが必要であると教えています。第二ペテロの一書の十節に、 ですから、兄弟たちよ、あなた方は、飯と選びとを確かにするために、一層熱心になりなさいと勧告しています。あなたは、自分が救われていることを確信していますかそれは、あなたの人生において、最も重要なことです。 何十年も教会にいるのに成長しない人を心配しています。単に停滞しているだけかもしれませんが、もしそうなら自分が本当に救われているかどうか確信を持てなくなっているからなのではないでしょうか。神は ご自分の子供たちがご自分に属していることに確信を持つことを望んでおられます。私たちが本当に救われたのなら私たちは神のものであり、その証拠は明らかになります。神への愛。神の言葉への愛。 隣人への愛、許し、平安、忍耐、信仰、良い行いなどの面で成長します。これら全てが私たちの死を信じる信仰の現実を証明することになるのです。イスラエルでは経図を持たないユダヤ人はユダヤ人としての多くの権利を逃してしまいました。 キリストの命に預かった私たち、クリスチャンも同じだと思います。確信を持っていないために、自分が神の子であることを知ることによって得られる喜びや安心感、また悪から守られる大きな力を見逃してしまうんです。サタンの主要な攻撃の一つは、クリスチャンの救いの確信に対するものです。 サタンは主イエスを信じて本当に新しく生まれ変わった人が自分の救いを疑うようにしむけるために懸命に働きます。ですから、パウロは神の武具の中で救いの兜を身につけるように強く命じました。救いの兜というのは、これは確信保障のことです。 霊的な戦いにおいてサタンはしばしば頭を狙ってきます。もし真のクリスチャンが自分の救いを疑うならば、彼らは三国のためにあまり貢献できなくなります。おそらく伝道もしません。奉仕をすることもないでしょう。自分の救いを心配するあまり、 他の人のことを気にかけられなくなるんです。偽りの信仰を告白している人々にはサタンが代わりに彼らの信仰が真実であることを保証してくれます。サタンは偽りの保証を助けるんです。ですから私たちは自分の選びを確かなものにしなければなりません。自分が 主イエス・キリストのみを信じる信仰のみを持っているかどうか、自分自身を吟味しなければなりません。これはネヘミアがイスラエルに対して優先させたことであり、私たちに対してもそうであるべきです。私たちは自分が主である神のものであるということを知らなければなりませんし、神の祝福の中を歩むためには、確信が必要です。命の 書物にあなたの名が載っているでしょうか木次六の二十四章の二十七節です。神の家族の一員に生まれ変わりましたが、それをしっかりと確信していますかそれとも神に対して反抗的な態度をとって停滞しているでしょうか あなたは自分の救いを確信していますか救いの確信について疑っていませんか神の言葉に聞いてください。ヨハネはこのように第一の手紙で書いています。ご章の13節です。神のこの名を信じているあなた方に これらのことを書き送るのは永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。御子イエス・キリストを信じるあなたは確かに救われています。あなたの名が命の書に書き記されているのです。救いの確信をしっかり持って 世の中の風潮に調子を合わせず、神の言葉を知り、神を第一にするのです。お祈りします。